皆さんこんにちは。ベネズエラから帰ってきた男、岩崎泰三です。その説は大変ご心配をおかけしましてどうもすみませんでした。非常に元気いっぱいに帰ってきましたよ。もうね、ベネズエラの旅の動画たくさん上がってるじゃないですか。泰三本当に日本に帰ってくるのかなみたいなムードが一瞬出てたんじゃないかと思うんですけども、本当に素晴らしい時間を過ごしました。もうね、まずベネズエラに着くまでがいろいろ大変だったってこともありますけど、もうベネズエラの美しさに完全にやられましたね。もう一言で言うと、もう美しいっていう言葉がぴったりかなって気がします。でベネズエラコーヒーも早速今日お土産でどっさり買ってきてるんで入れようかなと。うん、すげえ楽しい。ハッピーニコちゃんも飲みましょう。このベネズエラコーヒーの美しさを感じていただきたい。うん、でね、ベネズエラコーヒーが美しいって言ってるのは、まあ、どういう意味なのか全然伝わってない気がするんですけど、あのベネズエラってまず自然が豊か、もう街が綺麗、街が綺麗っていうのは古い街並みが美しいっていうことと非常にクリーンなんですよね。まあ、泰三がアテンドしていただいてそういうところ行ってたっていうのはもちろんありますけど、もうね、ゴミ一つ落ちてない綺麗な街、特に私が行っていたコーヒー農園がある、まあ、西部の街ですね、メリダという街は、まあ、本当に、まあ、ベネズエラの中でも随一と言われているぐらい、まあ、美しい街というふうに聞いてますから、もう本当に、ね、綺麗でした。で、コーヒーの味が綺麗なんですよ。でこの綺麗っていうのはいわゆるスペシャルティーコーヒーにおけるクリーンカップっていうだけじゃなくて、バランスがめちゃくちゃ整ってるんです。バランス整うにも程があるっていうぐらい整ってるんですよ。でバランスの整いが限界を超えるとどうなると思います？皆さん、これはね、言い方によっては地味なんですよ。何も引っかからない。この究極のウェルバランスっていうのをどう解釈するか、で現地でお世話になったダルベリスは、まあ、とにかくエレガントだと。ベネズエラコーヒーはエレガントだ、まあ、でもその通りだなと思ったんですよ。でそのエレガントさと地味さで、これを両方持っているのが一つの大きな括りで言った、まあ、ベネズエラコーヒーの美しさかなと大体感じてますので、まあ、実際ちょっとね、飲んでいただきましょう。もうベネズエラさんコーヒーがこの中にどっさりわーすごいこのカバンは現地調達現地調達っていうか、お世話になったクリスが帰るときに、荷物全然入んないんだろ泰三って言って、これやるよっていうことで当然のように帰りに用意しといてくれたお土産専用のバッグですね。だから手荷物1個で機内持ち込みだけで行ったんですけど、帰りはその2倍になって帰ってきました。これとかね、カラカスのダウンタウンシモンボリバル広場に来ております。シモンボリバルの聖火があってですね、カテドラルの真横で、なんとコーヒーのフィルター売ってます。コーヒーのネルフィルターめちゃめちゃ欲しいなと思ってて、大将で今大将うわぁこんなに買わせてもらえるめちゃめちゃ欲しかったんですよ。どこで買えるのかなと思ってて、アメンコーヒーフラッシュ10日本に持って帰ります。これで入れちゃう、ちょっと気になりますね。これで入れちゃう今日、うん、いいかも。で、あとはもう本当は今日この T シャツ着てやりたかったんだけど、めっちゃ可愛い T シャツ。あ、可愛い。サイズ。あそこで買ったやつですか。そう、これはコーヒーエクスペリエンスさんで、まあその動画もう上がってるのかどうなのか分かんないですけど、ネタが多すぎちゃってね、もう困ってるところですけど、この T シャツはアッピーにお土産で。マジですか、ありがとうございます。ぜひ代表で買ってください。もうね、ぎっしりコーヒーのお土産があって、例えばこれはダルベリスのラボのオリジナルエスプレッソカップこれがやってまいりました。そしてカッピングボールですね。いやー、ムーチョグラシアスダルベリス、マジ嬉しいです。でいろいろとね、こうちょっとサンプルのコーヒーとか、これはコーヒー、普通のコーヒーではなくてコーヒーの花だったりとか、あのコーヒーのチェリーだったりとか、まあ様々な素材なんですが、今日とりあえず入れたいのはベネズエラゲイシャを行きましょうか、うん、ね、この子で行きましょう。まあ、他にもね、いろんなベネズエラのシングルオリジンが来てるんですけど、ありすぎちゃってちょっともうこのテーブルの上大変なことになりますね。わあ、かわいい。
で生豆も相当やばいやつ今すでに日本に来てるんですけど、それではなく次のロットですね、来てますね。そしてこれも持って帰ってきてますから、おおいい、このボストンバッグからまたいかわいいということで、皆さんまたお会いしましょう。見せないんだからもう話がありすぎてどこから語ろうかっていう感じになっちゃいますね。あーもういっぱいある。あとこれもいいじゃん、これもフレーバーホイール、すげー最高だよね。あーニコちゃんのお土産出てきた、これね、あのベネズエラで一番愛されているお菓子。やったー、お菓子なんですかこれわかんない。タイゾーはあの1本試したけど試したけどなかなかどうやって楽しんでいいかわからないスイーツです、ね、チューブ入りの歯磨き粉みたい、うん、まあ楽しんでください、はい、やったありがとうございますいろいろありすぎてどうしようって感じになっちゃったけど、これ一回じゃあ湯通ししてこのフィルター使っちゃおう。楽しみ、うん、使っちゃおうということで、今日この動画の中でベネズエラのお土産話をね、皆さんにお届けしたいなと思います。長ベネズエラはもう完全にネルが主流なんですか。ペーパーじゃない、ネルでもなさそうなんだよね、うん、普通の T シャツみたいなこれネルじゃないんですよ、あの普通に綿の布ですね、軍勢っぽいやつ別にだから日本でもやろうと思ったらできる。これちょっと見ます、コーヒーの花ですね、花びら乾燥させたの巻き、もう香りのお裾分け、これですよ、あのダルベリスに泰造食べてみろってことでコーヒーの花、真っ白い花をむしゃむしゃ食べましたけど、めちゃくちゃうまかったのを乾燥させたバージョンですね。そしてこちらがコーヒーのカスカラですね。いやーたまらない、サイの方ですね、やっぱり産地に行ってこそというみずみずしさを感じられますね、うん、さてさて、それじゃあ行ってみましょうか。ベネズエラはまあ伝統的な品種ももちろんあるんですが、最近はあのベネズエラ独自の改良品種ハイブリッド種、だからモンテクラロ種とかリニアセロウノとかね、え、何ですかそれみたいな、まあ、ティピカとブルボンを掛け合わせてああだこうだっていう話いろいろ聞いてきましたけども、ハイブリッド種もいろいろ栽培がこう進んでるみたいです、特に新しい農園 でそれに加えて、まあ、ゲイシャ種、それからウシウシュ今取り組んでましたね、まあ、あとはタビ、これはコロンビアでも今注目されてますけれども、まあ、新しい素晴らしい希少種ですね、こういったものの栽培にも積極的に取り組んでいる、まあ、そんな中で生まれた、まあ、今スペシャルティの中ではベネズエラで一番進んでるんじゃないかなというね、このゲイシャちゃん行ってみたいと思います。さあ引いちゃいました。こちらのベネズエラの国内で一般的に使われている、まあ、布のフィルターで今日は入れちゃいたいと思いますよ。一回湯通ししまして、ふっかこの細長いタイプはブラジルでも見られますし、結構中南米ではね主流ですよね。お湯の温度は今ジャスト80度、ちょいぬるですけど、まあスペシャルティゲイシャなんでいいでしょう、許してください。さあどんな感じ、意外とキープするんですね。この現地式のコーヒーもあのいろんなところで飲ませていただきました。でね、もう常に感じたのはやっぱりバランスの良さとウェルバランスさね。ベネズエラコーヒーがまあどういったものなのかについてちょっとこの動画内で語り尽くすのは本当に難しいんですけど、まあ、一つ言えるのは
一旦コーヒーの輸出を完全にストップしてた国で、今年まあ再開ということになって、日本にもね22年ぶりということでコーヒーのコンテナがつくということになってますけれども、まあ、その、まあ、外と取引していなかった間に国内での独自文化っていうのはものすごい練られてるんですよね。醸成されてるっていうんですか。で特にイタリアからの移民が、まあ、多かったってこともあって、イタリア式のエスプレッソマシン、特にベゼラのマシンですね。ベゼラといえばエスプレッソマシンを最初に発明した方ですから、まあ、エスプレッソの世界ではレジェンドですけど、ベゼラのエスプレッソマシンがあって、焙煎も、まあ、とにかくね飲みやすいローストをしてる。でベネズエラ国内だけで20種類ぐらいのブランド、まあ、もっとあるのかもしれませんけど、オンリーベネズエラだけですよ。オンリーとだけが被っちゃうぐらいだけですよ。オンリーベネズエラだけのオリジンで20以上のブランドがわーって並んでるんですよ。衝撃でしたねこれは。で全部それぞれの特性を出している。ただし一貫しているのは品の良さですね。エレガントさ、バランスの良さ、まあ、ハメを外さない感じがめちゃくちゃこうなんか好印象だった、まあ、なんかそういうコーヒーの味の思い出が、まあ、はっきりと今この道具使っていると蘇ってきますね。その入れ方になんかこう伝統的な器具っていうのもね、味の世界観、味の価値観、好みの味わいに、まあ、紐づいて定着しているんじゃないかなって気がしますね。じゃあ入れながらですけど、泰造の旅の振り返りちょっと付き合ってください。猛烈な勢いで動画上がってまして、いつベネズエラに着くんだこいつはっていう感じでね、最初飛行機に乗れなかったところからご心配ご迷惑をおかけしましたけど、まあ本当ね、アッピーすいませんでした。あれまだいるのと、まさかあんな動画が上がるとは俺も思ってなかったんだけど、まあいきなり初日から飛行機に乗れないっていうねところで、成田に一泊っていう動画もいきなり上がって、まあそこからお付き合いいただいてる方もねいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、もう本当にありがとうございます。でいろいろと、まあ途中でロスでコーヒーを飲んだりして、ボゴタを経由してパナマシティを経由してベネズエラのカラッカスに入ったと。カラカスに入って今回アテンドしてくれるクリスとダルベリスと、この2人とね合流したんですが、この2人がねもうベネズエラを愛しすぎてる。本当にベネズエラのこと好きなんですよ。でベネズエラのこと知り尽くしてる。でこの2人に連れ回してもらったおかげで、泰造は相当ベネズエラを楽しんだと思いますね。でまあ楽しんだといっても、首都カラカスは戻ってきて1日だけ、まあ、観光っぽいことしてカフェ巡ったりしたんですけど、基本的にはすぐコーヒー産地のメリダというところにね移動しました。でこのメリダへの移動がマジできつくて、ほとんどね後半記憶ないんですよ。あれ何だったんだろう、脱力した動画が送られてきて心配になるっていう。あれはね高山病じゃないかっていうふうに言われましたけど、ただの寝不足で眠かったから落ちたんじゃないかっていう気もなんとなくしますけど、覚えてないのは確かですね。ちょっとお湯足りなかったのでここから行っちゃいますね。眠さだけの感じじゃなかったですけどね。首が本当にね、そうそう、首座ってない赤子のような動きしてましたもんね。いや4000m 近い場所を越えてコーヒー産地に入ったんですけど、やっぱりそのぐらいの高さ、いや海抜ゼロから上がるんですよ。これ高山病になってもしょうがないなっていうようなね、過酷なドライブではありましたけど、これね実は飛行機で行くとメリダの最寄りの空港まで1時間なんですよ。車で行くから10時間なんですけど、これなんで飛行機で行かないのかと、いや飛行機で行ったら土地景色の移り変わり、どうやって変化してコーヒー農園になるのか、それがわからないだろう泰造ってことで、車で行って空気の変化を感じながらコーヒー農園まで行ってもらいたいんだっていう熱いメッセージです。すごいですね。いやそれ本当その通りだなと思って、もうドライブしてね進めば進むほど、まあ山の中にもちろん入っていくし標高が高くなっていくし、まあそれはね景色の違いだけじゃなくて空気の違いなんですよ。まあ温度の違い、湿度の違い、そして植物がもう全然違いますから、違う生き物が住んでる場所に行くんですよ。でその先にコーヒーの木が、まあ、豊かに茂っていると、まあ、その旅ができたのは本当に今回良かったなと。忙しい産地視察だと、まあ、最寄りの空港までダイレクトで行って農園見てすぐ飛行機で帰るみたいなのが非常に多いんですよ。遠いし、まあ、でかいので向こうの国は。で今回はまあ14時間、この14時間っていうのはクリスが朝家を出てから14時間っていう感情なので、泰造は正味12時間ぐらいでしたけど、まあ、この長時間移動で、まあ、コーヒー農園のメリダに入ると。でコーヒー農園
が、まあ、たくさんあるメリダっていう産地はですね、ベネズエラの中でも、まあ、特にコーヒーがクオリティが高いゾーンとして有名なんですよね。ベネズエラの中にもかなりいろいろな産地エリアがあって、そのエリアごとの特性っていうのももちろんあって、メリダは品質の高いウォシトコーヒーが中心に栽培されてるんですが、まあ、別のエリアではナチュラル生成が伝統的に行われていたり、まあ、そのあたりは今回太蔵行けませんでしたけども、まあ、このメリダに行って、まあね、コーヒー農園いくつも回らせていただいたんですね。でその農園の様子がもうすでに動画アップされてると思いますから、ご覧いただいた方もいらっしゃると思うんですが、もう本当にね、どの農園も若いんですよ。でこれはダルベリスが若い農園に連れて行ってくれたってことはもちろんあるんですけれども、まあ、何が起こってるかというと、ベネズエラのコーヒーが今変わろうとしている瞬間なんですよ。本当に瞬間ですよ。だって植えて1年経ってない苗がバーってこう広がってるわけですから、今年変わるってことです。で、まあ先行して2年前、3年前、4年前に植え始めたものがすでに収穫が始まっていて、これは最初からスペシャルティーコーヒーを作るために植えているんですよ。でこれを植える前はどうだったのかっていうと、植える前の山はですね、昔々18世紀19世紀1700年代からコーヒーはベネズエラで植えられてるんですが、もともとコーヒー栽培してたんです。ただコーヒー栽培がさまざまな理由によってこう減少してですね、コーヒーじゃないものを植えていたと、まあ、例えば酪農をしていたり、まあ、他の野菜作物を植えていたりってことで、コーヒー一回やめちゃったってところにもう一回コーヒーが戻ってきたっていう状態なんですよね。でこれをさまざまな場所で見てきて、なんか歴史が動いている瞬間に身を置いている、まあ、その感動、まあ、これがね、動画で少しでも皆さんに伝わってれば嬉しいなという感じがしますね。もうね、感動が蘇ってきてコーヒー飲むの忘れてましたけど行きましょうか、うん、もう香りでスペシャルティ、これで飲んじゃう？お、いいですね。フレーバーホイールで飲んじゃいます。さあこちらは途中メリダへの移動の道中立ち寄らせていただいたコーヒーエキスペリエンスで、購入したカップ、最高です。それでは皆さん行ってみましょう。召し上がれ。感慨深い。日本に帰ってきてベネズエラのあの景色を思い出しながらいただくコーヒー、ベネズエラの芸者ウォシュトです。冗談じゃなくて今ジーンときて泣きそうになっちゃった。もううまい、うまいんですよ。もちろんスペシャルティコーヒーなんで素晴らしいカップなんですけど、なんでしょうかね、この美しさ、まあスペシャルティコーヒーとしての酸の綺麗さ、まあレモングラスとかグレープフルーツとか、まあほんのりクランベリーみたいなベリーのニュアンスもありつつ、芸者ウォシュトらしい綺麗な酸味の世界観出てるんですけど、とにかくねボディがしっかりしてる。でこれはダルベリスの焙煎なんですけど、やっぱりねバランスよく飲みやすいんですよ。でトータルで言うと本当にエレガント。でこれを太蔵の思い込みじゃないかってねちょっと思ってると思いますから、アッピニコちゃんに一応飲んでもらいましょう。エレガントか否かで答えてください、いやー素晴らしい。まあ、ベネズエラコーヒーが昔からどんなコーヒー栽培をしていたかっていう歴史に関しては、まあ、壮大な時の流れがありますから、太蔵もまだ全部はね把握してない。もちろんそれはベネズエラ国内のコーヒー全て飲んだわけじゃないんですけど、少なくともこれまでのコーヒー産業からスペシャルティーコーヒーに今突然切り替わろうってグイーっていうねハンドルを切ったところ、でその最先端にあるコーヒーが今このカップに注がれてます。うん、香りからエレガントさが出てますね、うん、香りすごくいいですね。素晴らしいよね、うん、うまっ。キラッキラしてますね。キラキラしてる。おいしい。いやダルベリスごめんね、なんかあの味についてあーだこうだ言って、このビデオで
ちょっと謝りたいと思いますけど、これはねダルベリスはもちろん産地のカッパ級グレーダーなので、まあ級グレーダーとしても級グレーダーの先生をやってる、まあかなり高いレベル の、 コーヒーのカッピングの専門家なんですけど、産地で彼らが思ってる味の傾向個性、コーヒーにとって必要なものと日本で我々が必要だと思っているもの、特に泰造が飲んでいただくにあたって飲んでくださる方たちが飲みたがってるもの、欲しがってる味わいフレーバーで、ここってやっぱりね必ずズレがあるんですよ。で農業として携わってて作っている産地側の方、こういった方たちが作ってきた味の世界観バランス感、これはね必ずしもそのまま日本に持ってきて最高に喜ばれるとは限らないです。これねすっごい難しい話ですよ。で日本の市場ではもっとこういった味わいが欲しいんだと、例えばもう少し鮮やかな酸味が欲しい、こんなにマイルドでエレガントな味わいだとまあちょっと個性がぼやけてしまうんじゃないかとか、もっと鮮やかなものが欲しいんだとか言ったんですけど、このコーヒー最高です。鮮やかなだけが全てじゃないのもちろん分かってるんですよ。でもやっぱり日本市場からのオーダーとして、まあ、あとはもっと深く焙煎して例えば煮ハゼまで入った時にボディ感がバランス取れるもの、その段階でも酸味の主張が崩れないものということは、浅煎りにした時にもっと酸が立つものって話ですね。でこういった素材が日本市場としてはまあ必要だったり売りやすかったり受け入れられやすかったりするんだなんていう話をダルベリスとしていて、もう皆さんビデオをご覧いただいた中でダルベリスがどれだけいい人なのかは伝わってると思うんですけど、困らせちゃったんですよ泰造がこんなこと言ってもって、まあ彼がベストを尽くしてるのも本当に分かってるので、泰造の心を鬼にして本当に真剣なそういうディスカッションをね重ねたんですよね。で産地ではだいたい日が落ちると農園はもうね照明がないですから、もう産地視察は終了で、で晩ご飯食べてその後そういうディスカッションをしたり次の日の打ち合わせをしたりいろいろしてですね、12時ぐらいに部屋に戻って、でそこからちょうど地球のほぼ裏側ですから日本の真逆の時間なので、向こうの深夜にちょっとパソコンを開くとですね、日本からメールがわーっと来てるわけですよ。で仕事のこう返信とかをしたり、でその日に撮ったビデオをまとめてアッピンデータ送信したり、でホテルの Wi-Fi がめちゃくちゃ重いんでもう朝までかかってギリギリ送れるかどうかみたいな、でもデータ送信をしたりとかね、でもちろんもうすでにこれまで上がった農園視察編の動画全部長かったんですけど、あの倍以上の時間回してますから、泰造の方でアッピーを困らせないようにだいぶカットした状態でデータを送ると、でそれ夜やっててだいたい毎日2時間ぐらいしか平均して寝なかったですね。でね夜すごい元気なんで時差ボケしてるからだと思うんですけど、でまあ昼間はテンション上がって興奮状態なのでもちろん元気ですよ。でずっと元気な状態で毎日2時間睡眠で産地で過ごしたら、やっぱ最終日さすがにバテまして、このねカラカスの街でいろいろコーヒー飲んで回ったところまでは良かったんですけど、帰りの空港でもうダルベリスが送ってくれたんですけど、もうなんか完全にこういう糸の切れた操り人形状態ですね。ほんとマリオネット泰造みたいな感じになって、カラカスの空港からダルベリスにバイバイしてもらうと、なんかね本当にもう燃え尽きたやりきった感満点でベネズエラを後にしたと、その帰ってくる編の動画はさすがにもうちょっとベネズエラ動画過剰のため帰るところの道中は多分上がらないと思いますけども、もうダルベリスのこのバイバイね感動的でしたね本当に。めちゃくちゃ嬉しいです。じゃあありがとうございます。そして帰りはコロンビアのボゴタでコーヒー飲もうかなっていうアイデアもあったんですけど、それももう疲れすぎてて諦めましてですね、パナマシティからロサンゼルスにダイレクトで飛んで1日半ぐらいロスにいたんですよ帰り。でこのロスリベンジ編一本動画になるといいんだけど、もうちょっといろいろありすぎてでここで写真ね紹介させてもらいたいと思いますけど、行きのロサンゼルスの寄り道編を見て、うわこんなちょっと時間もったいないな、もっと効率よくいろんなカフェ回ったらいいのにってことで、ロス在住30年という、まあ、現地でピアノの、ね、演奏の仕事ピアノの先生業をやっているノブさんという方がメールくださって、
ロサンゼルス帰りに寄るんだったらもう全面的にアテンドするんで、いいカフェいっぱい知ってるからぜひちょっと声かけてくださいということで、で泰造はあの空港近くのホテルにいたので、もうすぐ連絡してですね、今ホテルにいるんですけどって言ったら、じゃ あ, あの仕事終わったら夕方行きますねということで合流して、でね、ロサンゼルスのカフェのめちゃくちゃ暑いところ行ったんですよ。簡単に言うともう最先端すぎて、何にもないテーブルにスチームノズルだけがニョキって2本出てる、それだけのカウンターなんですよ。エスプレッソマシーンはとか思って探したんですけど、スチームノズルだけで、もボトリングされたリキッドコーヒーを自家でミルクピッチャーに注いで、でお湯入れてスチームかけてアメリカーノですって出てくる、最先端にも程があるというカフェ連れてってもらいました。いやー、まあ面白かったですね。ただまあロサンゼルスのカフェって夕方にほとんどの店が閉まっちゃうんで、夕方5時ぐらいになるともうほとんどカフェやってないという街でね、寿司屋行ったんですけど、その寿司屋の本田さんって店がマジで最高だったんで、これほんと30分動画出したいところなんですが、今ちょっとほんのりね見ていただければと思いますけどそれでは皆さん、ハッピーなコーヒーライフを。その案内してくれたノブさん、まあもともとミュージシャンで、実は泰造と同じ師匠についていて、で泰造はユーフォニアムなんですけど、まあ、彼はトロンボン奏者で、同じ師匠に学生時代習っていたと、まあちょっと年齢的には先輩ですけども、まあ、懐かしい話をしたりで、 TCL の近くに一時期仕事で来てたことがあってっていう話で、すげえ懐かしい、地元の道の話とかして、ロサンゼルスでですよ。でまあちょうど夕方5時ぐらいだったので、夕焼けが綺麗な場所走るからって言って、わざわざハイウェイにパッと乗ってくれて、でこっち側にはロスの空港で離発着する飛行機で、夕焼け背景にで、もう逆側見るともう白銀の山々がバーンみたいな、もうこのロマンチックすぎるドライブ何なんですかっていう流れで寿司屋に行ったんですよ。コーヒーがめちゃくちゃうまいです。エチオピアのコーヒーってことなんですけど、ウォッシュとコーヒーがすっごいフレーバーがブーストしてるのか、ナチュラルがめちゃくちゃ綺麗なのか分かんない、かといってハニーではない、絶妙な焙煎ですね。で聞いたらナチュラルを綺麗めに焙煎するに心がけてるっていう話で何なんですか一体。どうぞ。嬉しい、嬉しやがる、最高だな、奇跡のマリアージュ、嬉しやがれ、嬉しい。今度豆持ってきますか。うん、サーモンがまず乗ってないと、うん、いいと思うね。そうです、あそこで、うん、脂の乗りすごいですね、めちゃくちゃ甘いサーモン、うん、これ普通はお茶じゃないですか、ちょっとこうシャリもねっとりした感じで合わせてるんですね。シャリもこうさらっと淡白な感じじゃなくて、脂っ気の強いサーモンに合わせたような質感作ってあるんで、口の中のバランス感が日本で食べるお寿司とやっぱ全然違いますね、世界観がね。からのコーヒー、おお、こういうことだ。ちょっとこうクリーミーなスイーツの後にコーヒーが入ってきたような、舌の上に少し膜を張ってて、この脂っこさがコーヒーをより滑らかにする、よりコーヒーのフレーバーを鮮やかに感じさせる、そのミルクとコーヒー、乳製品とコーヒーを合わせていくような脂とコーヒーのマリアージュの世界観がありますね。サーモンとコーヒー、今回のベネズエラの旅、本当にいろんな体験をしましたから、まあ、動画ご覧いただいた皆さん本当にありがたいんですけれども、まあ、出し切れてないシーンがたくさんあるんですよ。でね、例えば出したいのは地元のスーパーマーケットをクリスが案内してくれたシーンとかね、日本にない食材、フルーツ、肉、野菜、もういろんなのがあって、あとはもうアレパっていうね、おやきみたいなのを作るためのコーンフラワー、コーンの粉の種類が多すぎる県とか、まあ、あとベネズエラといえばラムの、ラム酒の国ですから、まあ、ラムのバリエーションめちゃくちゃ豊富だったりとかね。でこのスーパーマーケット案内も1本出したいんだけど、ちょっとまあいつかセカンドチャンネルとかで出るかも分かりませんがベネズエラの
お酒売り場パンプキンでっか切ってんだもん丸ごと売れないトマシこういうのがデフォルトのカットなんでしょうか、うん、ワーナーバーナー日本のスーパーで見かけないのいっぱいあるねまああとはですね本当に街でいただいた食事がどれもマジで美味しかったですねで基本的にお肉を焼いたバーベキューとかが多いんですけどもやっぱり酪農が盛んってことがあってミルクとかチーズ系もすげえ回ったそしてまあパネラサトウキビですね黒砂糖を生成する工場も見に行ったんですけど伝統的な釜炊き製法 でこのパネラ工場 もう本当に最高だったのでこれもまた何かのタイミングで、ね、出せたらいいなと本当心から思ってますで、まあ、こういった素晴らしい景色をいろいろ見てくるとぜひ多くの方にシェアしたいなとでこれは動画だけでは伝わりきらない伝えきれないところなので、まあ、ぜひねあの興味のある方いらっしゃいましたら一緒にあのベネズエラまでまた行けたらいいなと本当に思ってますまあアッピーは飛行機乗れないからねなかなかですね船で行くとちょっと大変だもん、ね、結構かかりそうですよねかかりそうだもんねいやまあ飛行機で20時間とかかかりますけどニコちゃんもそんな私飛行機苦手なんですよ飛行機苦手コンビだから車移動してるのそうなんですなるほどね、まあ、飛行機苦手じゃない方いたらですねまあまあ船っていう手もありますけどねベネズエラ行きましょうそのうちに今回ですねベネズエラから帰国してベネズエラ大使館からあの泰造は半ば派遣されるような形で今回スペシャルティコーヒーシーンの視察ということで日本人第1号という、ね、形で送り込んでいただいた形になってますけれども、まあ、報告に大使のところに伺ってきたんですねもう早速帰ってきてすぐ行ってきたんですがぜひ、まあ、ちょっと大使館もそこは一緒に協力して日本からベネズエラのツアーやりましょうなんて話もう早速盛り上がってますから本当にそういうご案内できるかもしれませんのでぜひお楽しみにしていただきたいなと思いますベネズエラでのこう体験をまとめると冒頭にも言いましたがもうとにかく美しかったで景色が美しかった街並みが美しかったそして人が美しかったですね人が美しかったっていうとミスベネズエラ感が出てるかもしれないですけど確かにミスベネズエラ系の方たち本当美しかったんですけどなんていうんですかね人間のこう心のピュアさっていうんですか純粋さ素朴さ誠実さなんかこのあたりの心の人間の内面の美しさみたいなものが、まあ、一番泰造が魅了されたポイントだなというふうに感じてますでそういった誠実でまっすぐな方たちが、まあ、育てているコーヒーがこういった素晴らしいバランスでエレガントな味わいになっているこれやっぱり納得だなって感じしますねこの味わいは人が生み出すんだってことをまあ強く感じてきた旅ですで特にお世話になったクリスさんもう最高でしたクリスさんが何者なのかマジで未だに分かんないですけどねえすごいですね日本で言うならば小野先生なんですよ小野先生とクリスを対決させたいなってずっとベネズエラで思ってたんですけどまあ本当ね何でもできちゃうしものすごい頭が良くて経験知識が豊富でもう歩くウィキペディアみたいな方でしたねでクリスのおかげでかなりいろいろ冒険させていただきましたからマジで楽しかったですもう一度グラシアスサプライズギフトフォーユーサー Yes, yes. You're going to see サプライズギフトあるってことねまあクリスちゃんのバイクに乗せてもらってサラスタスを走っておりますめちゃめちゃ風が気持ちいいイエー泰造の誕生日ギフトってことでこの山をもらいましたハッピーコーヒーライフそしてダルベリスもうほんとね完全にダルベリスはコーヒーを愛しすぎた男ですねもうコーヒーを愛しすぎちゃってて怖いぐらいだなって俺が思ったんでそのシーン例えばここですよコーヒーの模型を自分で作っちゃってこうやって分解してるんですとかねいやもうダルベリスさんのコーヒーの愛し方は本当にすごいですね泰造は飲み物として液体のコーヒーを主に中心に愛してるんですよこの、 あの形のない感じが好きなんですけど
ダルベリスはコーヒーチェリーとかコーヒーの実とかコーヒーの木とかコーヒーの産地とかコーヒーを作ってる人たちとかね、なんかね違うポイントなんですけど、完全にコーヒーを愛しすぎた男ですね。でこのダルベリスさんと太蔵の出会いはもう確実に今後何かの化学変化が起こると思いますから、太蔵もちょっとこれからじわじわあのスペイン語も少しね勉強していきたいと思いますので、ダルベリスも少しだけあの英語も勉強していただいてますが、まあこの中3レベルの太蔵が言うのも本当に申し訳ないんですけど、中3も行かなかった。今回は久々の海外視察で英語どのぐらい出てくるかなって自分で自分に期待してたんですけど、中2ぐらいまでしか復活しなかったですね。英検3級は落ちるぐらいの感じの、 あの英語力、まあ、聞き取りは結構できたんですけど、言葉がスムーズにやっぱ出てこないっていうのはね、久々の海外視察だったんで、まあちょっとね、そこら辺も含めて久々で楽しいなっていう感覚を自分では持ちましたけど、またいろいろと、まあ、ベネズエラコーヒーももちろんですし、世界中のさまざまなコーヒーにね、太蔵も出会いに行っていきたいなと思います。まず今回行ってきたベネズエラのコーヒー、もうすでに日本に届いてます。こういう話じゃないですよ、2トン届いてます。2トン来てる、2トンすでに今日現在横浜にあるってことなんですよ。これ大使館に行って昨日聞いてマジでびっくりしたんですけど、もうあるんですかと。で何があるんですかって言ったら、エルパラミート農園のブラックハニー低温長時間発酵のあのタンクの去年のロットが今届いてるよと、まあ、去年のロットというかニュークロップですね、今の時点で言うと。でこのブラックハニー2トン日本にすでにあるよってことで、太蔵のところにはもちろん渡すので何か使ってくれよって話ですから、まあ濃度で皆さんにお届けできるってことはもう確実かなと思います。いつそのコーヒー私のところに届いて焙煎するかっていうのはまたご案内したいと思いますけれども、まあ近々実際に海を渡って届いた最初のスペシャルティーロットが皆さんにお届けできるんじゃないかと思います。そして2トンあるってことですから、まあ、2トン皆さんこの動画見てくださってる方たちで全部飲んじゃうよっていう手もあるかもしれないんですけど、ちょっと余るんじゃないかなと思いますから、生豆これから、まあ、どなたがその残りの生をね使われるかまだ分かりませんけれども、まあ、国内のそうそうたるスペシャルティコーヒーロースターの皆さんにサンプルが届くことと思いますし、もしこの動画ご覧いただいているロースターの方、コーヒーの焙煎をされている方、いらっしゃいましたらですね、もし興味あれば、太蔵のところに問い合わせしてください。でこの問い合わせ先も、まあ、大使館でも対応できるかもしれないんですけど、どこが扱うかってことすらまだ決まってない段階なので、概要欄の方に太蔵の連絡先メールアドレス貼っておきますから、こちらに焙煎事業者の方で生豆1体が35キロのグレインプロエコタクト入りっていうことなので、まあ、35キロ単位にはなりますけれども、だいたいそれが、まあ、50袋ぐらいあるんじゃないかなと思いますから、興味ございましたら、連絡先住所電話番号氏名、ご明記いただいた上、メールいただければ豆の詳細と、まあ、価格等とスペックはお届けできると思いますので、ぜひともチェックしてみてください。ベネズエラコーヒー動き始めました。これからの展開が本当に楽しみです。太蔵もこの動画が上がる時点ではおそらくチャンネル登録者数10万人いったんじゃないかなと。言ってますよ、もう言ってます。言ってますか。この時点では絶対言ってますね。言ってますかね。うん、お腹鳴りましたよ。お腹鳴っちゃう。これから、まあ、いろいろと新しい冒険チャレンジ続けていきたいと思ってますので、引き続き皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。ハッピーなコーヒーライフを。そう、Yeah.